戦闘開始だ。
そうよ。足を止めないで。 つくられし者、偽りの神コルタナが滅ぼしたのだ。我が星よ。だがコルタナにもバニシュとのうちに燃え盛る炎はかき消せなかった。そして我々はより強くなった。お前はどうなのだ。 19日間にわたって我々に抵抗した。彼らはよく戦った。最後までな。だが運命は最初から決まっていた。 Yeah.
上の世界、それは命の象徴か、ファーランナーの残酷な冗談なのか。その場にいた。側面から襲われて後に続く三隻に気づいた時にはもはや全てが手遅れであった。我々にかかれば最強の戦艦も赤子同然だ。4分だ、たったの4分でインフィニティ、人類最強を誇ったあの船は宇宙の塵となった終わりは近い。だがその前に良いものを見せてやる。奴はすぐ上よ。
そこから出してあげないと。助けに来ちゃダメですよ。俺は極小重力の井戸に押しつぶされかけてる。言ったはずだ、奴を殺すつもりはない。逃げて。必ず助ける。そうだ、あがくない。チーフ、ここにいる。逃げも隠れもせんぞ。これは罠などではない、試練だ。我らの戦いはここにおいて終わりを迎える。連れ帰るぞ。了解。我らの物語は伝説となって語り継がれるのだ。生き残った者によって無念を証明し、我の全てを見せてみろ。さあ、どうする、スパルタ。エスカラムのシールドと連動しているんだわ。エスカラムへのダメージはエコー216へ行くってわけ。部屋の周囲に中継装置を経由してエリーを送ってる。中継装置を破壊して、全滅を防ぐ。景色くれ。よし、これでシールドも。さばきかけているのは石だ。シールドが停止した。中継装置を没収させろ。了解、行け。今のは聞いただろう、スパルタ。
温度か試してやれ。叩き潰してやれ。こいつかなり効くぞ。オーケー。まさか本当に来てくれるなんて。終わりですか。スパルタ、俺と戦え。終わりだ。いや、終わりではない。俺の死は多くの者を困っているだろう。俺の死に邪魔を伝えろ。どうしてなんです。敬意を払うなんて仇なんですよ。ああ、だが兵士として死んだ。正しいことをなそうと悩みながら戦って。俺は終わりですか。親玉は死んだんでしょう。因果の意図は複雑に絡み合う。ああ、いきなり何を。物事には結果が伴う。必ずな。これ以上何が。行こう。ハービンガーはオーディトリウムだ。何を企んでいようと。もっと悪いことでしょうね。やれやれ、もう一つだけ聞いてもいいですか。どうした。ペリカンを見た人は。ちょっと、こっちはてんてこまいだったんですよ。